金融論の第9回を始めます。でまずは貨幣の時間的価値の第8回の残りの部分をやりましょう。でその結果第8回の課題の提出締め切りは今週の金曜ですね。今日の課題と同じ日に同じ時間に設定しておりますので注意してください。でまず復習からいきましょう。前回どういうことをやったかというと、金融の貸し借りっていうのは等価交換ですんで、この式を満たすようにしなければいけないというわけですが、今回は来期以降の各期の金額を固定しましょうと。つまり一定額の支払いだったり一定額の受け取りだったりと、これらを全部 N 期間にわたって同じ額受け取ったり払ったりすると、そういうことをしましょうという話でした。そうした時に今期のキャッシュローと来期以降前期のキャッシュロー、これらにどういう関係があるかというのを見ましょうという話でした。例えば今お金を借り入れて来期から N 期間かけて均等額を返済する場合、毎期支払う額が決まったら、じゃあいくら借りられるかという問題の立て方もあれば、今借金したらいくら毎期返さなきゃいけないかと、 N 期間にあたって、ね、こういう問いも解けます。で逆の場合には今お金を預けて均等額を受け取ると、そういうケースですね。でこの例としては退職金とか引退するときにお金を一定額例えば預けて、それで N 期間かけて均等に取り崩すと、で老後の生活に充てると、まあこんな例ですね。一昨年話題になった、老後2000万円足りなくなるかもしれないという問題ですが、まあ要するにこれ2000万円入れなきゃいけないですよと。そうしないとここで年金だけじゃ足りないんで、足りない分引き落とさないと豊かな生活ができないかもしれませんという話は、まあこの例に値しますね。でこの解き方いきます。これどう解くかというと、 PMT でまずここ囲いましょう。囲って移行するとこのようになります。この式ですね。でここを計算するんですが、無利子の場合には毎期毎期こう1になるんで、 N 個あるんで N ですよと、 N になるよと。でまあこれよりもこう書いた方が分かりやすいかな。これ移行してキャッシュフロー0分の N イコール PMT とマイナスと。これ何かというと、例えばまあ金利がつかない場合には、例えば1000万円借りたらそれを例えば、10年で返済するんだったら毎年100万返さなきゃいけないよという、まあそれだけですね。1000万円を10で割って毎年100万返さなきゃいけないというのが利子がつかない場合ですね。老後2000万円足りなくなる問題というのも、ここに老後足りなくなるであろう額を入れて、で例えば老後30年生きるとかやっておいて掛け算したらこれ2000万になりますよっていう話ですね。だからあれ、まあ無利子を想定してるケースなんで厳密ではないんですけども、まあそういう計算でした。で有利子の場合はここを計算しなきゃいけないんですね。でまあこれ、まあ、頑張ればできなくはないんだけど大変ですよね。これ計算してこれ計算してこれ計算してと、で全部足すと大変なんで、もっと簡単な電卓でも計算できるような方法があります。でそれどうするかっていうと、この V をシンプルにすればいいんですね。でどうするかっていうと、ここ V としておいて V ですね。で両辺に 1+R をかけましょう。で左辺に 1+R ここにかけるとこれになりますね。で右辺にそれぞれの項に 1+R かけますので、まあ分配法則で 1+R かけたら全部の項にかかりますよね。だからこれは消えて1になると1ですね。これは1個減って1になるとこれですね。で最後の項は n-1 乗とでこれになるということになりました。ここでこの左辺同士を引くと、こっからこちらを引いて、それと右辺同士引いても同じですよね。両辺同じなんで両辺同じもの引いても同じですよね。でそれを書いたのがここで、これがここで、これがここですね。でこれがここで、これが
ここということで、引き算しましょう。で、引き算するときに気づくのは、ここ同じですよね、これ。で、こう1個ずれてこう同じになるんですね。で、最後はこうなって、この人だけ相手がいないですね。で、こいつも相手がいないと。いうことで、残るのは、これ、引く、ここですね。ここと。これが右辺になります。で、左辺はこれバラすと V たす RV ですので V と V が消えて RV が残ります。ということでこれを R は無利子じゃないので0じゃないので R 分の1をかけられると。両辺かけると、まあ、R で割るって言ってもいいですね、両辺を。そうするとこれがこう消えて。でこちらは、まあ、R 分の1かけてこうですね。ということで出ましたよと。はい、これが出ましたと。いうことで V はこの額だというのをこの中に入れましょう、この V にね。でこれずっと簡単なのね。っていうのは割り算、まあ、N 乗の割り算って結構大変なんだけどこれ1個だけ大変なのはすればいいですよね。N-1 乗とか計算しなくていいということで楽ですよと。でこれ入れたのがさっきの式のここを V と呼んだんだけどこの括弧の中の V はこれになるよというのが今やったのでそれを入れましょう。代入するとこれが出ましたよと。だからここ V ね。でこれの方がずっと、計算が楽です。で実際例として計算してみましょう。でまずはですね、こっちが分かってこっちいくつっていうケースですね。例えばですね、皆さん奨学金、半数の人が学生借りてますよね。奨学金の借入れ金利が、利率が年 0.01 としましょうと、まあ、1% ってことね、まあ、今はもっと低いけども、まあ、ちょっと計算簡単にするために 1% としましょう。そして1年後2年後点点点10年後に返す予定ですよと。でこの人は、ね、いくら借りたいか考えるときに毎年20万ずつだったら返せるなと考えるとしましょう。これぐらいだったらまあ返済しながらでも生活できるなと。じゃあ今いくら借りられるだろうかというのを考えるわけですね。どう計算するかというと、あ、ちなみに在学中に借りた分は利子つかないので、まあこれ卒業する瞬間に借りるって考えていいですね。そういう扱いにしてくれるんですね。本当は1年目に借りたものは4年分近くの利子がついて膨らんでんだけど、まあそれはカウントしてくれないというのが日本学生支援機構の場合です。で厳密にはね、これ毎月とかの払いなんだけども、支払いなんだけど、それはまた後日やるんで、まあこのシンプルな話でいきましょう。で、さっきの、式、満たすべき式っていうのはこれですね。で、それがこれに該当しますね。で、毎期の支払いは20万円。だから、ペイメントはマイナス20と。で、これが R ですね。この点01、1% がね。1たすをもうくっつけちゃってますけども。で、10年間と。で、これを解くんだけど、さっきの簡単にする、公式というか、まあ、式を使って、さっき出したのがこれですね。で、これに数字入れていきましょう。ペイメント、毎月の支払いはマイナス20ですね。年利 0.01 と。年利 0.01 と。で、10年と。で、入れて計算すると、189万円ですよ、という、まあ、約ですね、結果になります。ということで、まあ、これ電卓でもできるんでやってみましょうか。で、まあ、世の中に出回ってる電卓っていうのはこのシャープキャノン型方式と、まあ、このカシオ方式、まあ、2種類あって、微妙に計算方法違うんでそれぞれやっていきましょう。でですね、一番役に立つのは逆数の計算の仕方ですね。で例えば5分の1って皆さん1割る5ってやるかもしれないけど1割る5と 0.2 と、まあこれでもいいんだけど5を分母いって割るはこれでも計算できます。だから先に分母をこうなんか計算して結果出た5が出たよと、でそれ分の1は割るはってやれば出るんですね。それが、このシャープキャノン方式で、カシオの場合には5ちょっとね割るを2回押しましょう。割る割る
わ、わと。いうことでね、ちょっと違うんだけども、割る和が1回ずつ増えてんだけど、まあやり方は同じです。で、それを書いてるのがこのスライドですね。じゃあまずこれやってみようか。シャープ方式、キャノン方式でやってみようか。で、まず、これ、1.01 割る和と逆数ですね。これを計算するんですね。これ。言い忘れてたのは5割る和だと5分の1ですよね。で5の次乗分の1と5の次乗分の1はですね、もう一回和を押せば出てきます。もう一回押せば3乗分の1、4乗分の1、5乗分の1、まあこう出てくるんですね。だからこれを活用してこれ10乗分の1出しましょう。このね、でやってみると、1.01割る。で、和。これ 1.01 分の1ね。で、次もう一回押す。1.01、2乗分の1。3乗分の1、4乗分の1、5乗分の1、6乗分の1、7乗分の1、8乗分の1、9乗分の1、10乗分の1と。で、ここまでいったら、ここができたよと。ここができて、何計算したかというと、ここは計算できました。で、ここ計算しようか。じゃあ次。引く1ってしましょう。引く1するとちょっと正負逆になっちゃうんだけど、やってみよう。引く1。で、まあ一旦和を押してもいいんだけど、まあ一旦和を押そうか。この、パーポサイドだと和書いてないけど、まあ、和を押すと、まあこれが、ここの、まあ正負逆のやつですね。この、ここの。で、次は、割る 0.01。ここね。これしましょう。割る 0.01。この電卓のコツで 0.01 っていうときには、これね、最初の0を打たんでいいです。0.01 でも 0.01 と解釈してくれるんで、ワンストローク節約できるということですね。ってことで、割る 0.01。で、まあこれは押しても押さなくてもいいんだけど、まあ一旦押そうか。途中経過見せるためにね。で、これで、これ何を表してるかっていうと、ここの、まあちょっと正負逆になってるけどね、ここの部分。で、ここまで終わりましたよと。で、最後20かけましょう。かける20はと。で、189.42 というのが答えですね。まあこれの前、これと、これとこれがキャンセルアウトして、まあプラス20になるんで、だからこれがね、正負逆になってる分だけ符号直しがいいのね。あんまり符号を考えないで、ね、理屈で考えた方がいいかもな。ペイメントが、マイナスってことは、支払うってことは今受け取るってことだから、この出てきた数字、プラスじゃなきゃおかしいよねと考えてもいいですね。カシオやっていくと、カシオの場合は、1.01 割る、割る、は、これで次から1乗ね。ちょっとね、ストローク違うんでね、回数が。1乗、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。これでここができたよと。で、次、引く1しましょう。引く1。で、まあこれは和を3でも、続きやってきゃ和を押したことにしてくれんで、で、割る点01。割る点01。かける20和と、なりましたね。はい、ということで、まあどちらでもできるよと。で、自分が持ってる電卓のメーカーに合わせて、やり方マスターしておいてください。ということで、電卓でも計算できるぐらい簡単になりますよということですね。ということで、問1できましたよと。10年間にわたって毎年20回済んだったら、金利 1% だったら189万円約借り入れますよという話ですね。今度は、逆に、今借りたらいくら返さなきゃいけないかと。今やったのは、これが分かった時にこれいくらという話でしたね。次は、これが分かった時これいくらと。今いくら借りました、いくら返さなきゃいけないでしょうかという問題ですね。それどうするかというと、まあ、ペイメントで解きましょう。これ、両辺を、これのマイナスで割ると、こうなりますよね。で、これを、数字を入れていけばいいんですね。じゃあ、例として、借金の金利が 1%、つまり 0.01 ね。で、こう入れましょう。ここに 0.01 と、0.01 と。
そんで、200万円借り入れましたよと。まあ、つまりキャッシュローゼロイコール200と。これ200と。で、返済期間が12ヶ月ごと。52入れますよと。で、これ時計ですね。満たすべき式はこれなんだけど、さっきみたいに簡単にするとこの式になるので、これを電卓で解きましょう。で、まあちょっとこれまた大変なんだけど、まあコツはですね、これをね、上下逆にひっくり返したのを先にやってから、つまりこれ計算して、これ割る、これやってから、そうすると分母分子逆になってんで、最後割る和にして、今度上下ひっくり返すという手順がいいですね。で、割る和するとね、逆数になるんで、だから、こう難しい項が下側にあるんで、これ先に計算しちゃいましょう。で、どうするかっていうと、ちょっとね、箇所はの人はそれぞれやってほしいんで、この紫のところ追加してくださいよっていうのは箇所ね。で、シャープキャナはこれなしでいいんで、ちょっと、これなしの方の電卓でやってみよう。で、これまず何やってるかっていうと、1.01割る和を12回で、これが計算できますよね。で、引く1。これ計算すると、これで分母が出ましたよと。で、ここで、割る0.01って、なんで割るんだと思うかもしれませんが、このことね。まあ、ちょっとね、だからこれ逆数。上と下ひっくり返しての計算してるのね、先に。で、割る200。で、これも割りましょう。そうすると、だから、まあ、これ、これを計算するんですね。そしたら、まあ、打ちやすいんでね。で、これ計算すんだけど、ここまで、これで、それが計算できますね。それがこれね。で、ただ分母と分子逆だよねと。だからひっくり返すために割る和をするとひっくり返るって、逆数計算するって話やりましたよね。ならこれで割る和とやれば、これひっくり返って、で、これになりますよということですね。で、その結果が答えなんだけど、まあ、ちなみにこの分母がこれプラスとマイナス逆になってるんだけど、この順番だと。まあ、ちょうどこれとキャンセルアウトしてくれるんで、まあ、そのままの符号でいいっていうことになるんだけど、まあ、とりあえずやってみましょうか。まず1.01割る和を12回やりましょうか。ここ行きましょう。1.01割る12345678910112と。で、これでここは計算できましたよと。で、次引く1したら、まあ、プラスとマイナス逆だけども、まあ、分母が出ますよね。引く1。一旦は押そうか、じゃあ。和をしたらこれが分母の正負逆のやつと。で、それを割る0.01と割る200やって、そうすると、まあこれが、これとこれ逆のやつが出るんですね。割る点01割る200。で、これで分母分子逆になっちゃったんで、戻すために、割る和と。これで出ましたね。で、17.76というのが出ました。まあ、約18ですね。マイナス18ということで、この答えが出せますよと。箇所の方は、まあ、各自やってみてください。これでできるはずですんで。ということで、前回のやり残しがこれで終わりましたね。今日のお話いきましょう。今日の話ですけども、銀行による貨幣の供給というお話をしましょう。で、ここでいう銀行っていうのは、民間銀行の方ね、日本銀行じゃなくて。で、まずはですね、これまで習ったことをいきましょう。銀行の預金の話ね。貨幣というのは現金だけじゃなくて、預金通貨も貨幣ですよという話しましたよね、前回。で、それに関連して預金を銀行が作り出すという話をしていきましょう。で、まずですね、復習として、民間銀行っていうのは日本銀行に当座預金を持つという話しましたよね。皆さんが預けた預金総額の
一定比率以上は日本銀行の当座預金に預けといてねと、急に返してって言われた時に返せるようにという話ですね。でですね、民間銀行、まあ、四国銀行もね、高知銀行も日銀の当座預金口座にあるお金、これ日銀預け金と言いますが、それを必要な時に引き出せるわけですね。で、一定額以上はこの準備金として置いとかなきゃいけないんだけど、それを上回る分は引き出していいわけですよね。で、引き出した時どうなるかっていうと、現金輸送車で銀行に運び出して、でそれを例えばね、その現金を銀行窓口とか ATM から皆さんとか我々は引き出すわけですね。こういうのを前提とした上で信用創造というお話をしましょう。でそれ何かというと、民間の銀行がですね、お金を作り出すんですよね。まあ現金は作れませんよ、あの偽札作りになっちゃうんで、預金通貨だったら作れるんですね。つまり皆さんの口座残高を増やすことができるんですね。どうやって増やすかっていうと、貸し出すことによって増やすと。でそれを信用創造って言うんだけど、じゃあちょっとこれ例やってみましょう。例としては預金準備率、この R が 10% としましょう。預金準備率っていうのは何かっていうと、それぞれの銀行が例えばね、100万円お金を預かってるんだったら、10万円だけ日銀の当座預金に預けなさいよと。これ 10% ね。で、残り90万貸していいよってやつね。A さん、これ人ね。まあ人でも法人でもいいけども、この人が、例えば国債持ってるとしましょう。で、それを日銀に売ったとしましょう。まあだから日銀が買いオペしたってことかな。で、1万円で売却したとしましょう。そうすると、まあ日銀から1万円もらえるわけですよね。ということで、今日銀によって1万円が新たに発行されて世の中に出回ったわけですね。今までは私は A さんは国債を持ってたんだけども、それを、まあ、日銀に例えば売ることによって1万円を例えば日銀が新しく吸ってね、こう世の中に回しましたよと。でこの A さんっていうのは受け取った1万円、これをまあ民間銀行に預けたとしましょう。これ D ね、デポジットのあの預ける額ね、1万円と。そしたらこれによって世の中のお金が増えるんですよっていう話をしていきましょう。1万円だけじゃなくてもっと増えるよっていう話しましょう。でまずこの客 A さんはこの1万円札日本銀行からもらったんですね。だから世の中に新しく1万円が出回りましたよと。でそれどうするかっていうと、銀行に預けましょう。銀行預けますよと。まあこれ市中銀行ね。市中銀行ってのは日本銀行以外のね、普通の民間の銀行ね。銀行は現金1万円を預かりました。こう預けることによって A さんの預金額1万円増えましたよね。通帳に1万円って書かれると。現金1万円を受け取った銀行はこれを2つに分けて 10% 分準備率分と、で 90% 分9000円と分けましょう。でこの 10% 分のお金というのは、準備額として日銀の当座預金預けなきゃいけないんですね。じゃあ残り9000円の現金どうするかっていうと、これは貸せるわけですね。貸していいんですよね。また貸しが商売ですから銀行は。で貸しましょう。で例えばね、 B に貸すと。でそうするとこの B は借りたお金どうするかっていうと、例えばね、企業でも何でもいいですよ、設備投資しましょう。でそのために9000円借りて、それによって9000円を B に預けることによって B に9000円貸し出されましたよね。それをC に支払いましょう。なんか買うために借りたわけですからね。でそして C、現金9000円受け取った C は、それをまあ現金持っても支払わないんで銀行預けましょう。でこれさっきの銀行と同じとは限りませんね。まあ同じかもしれないし違うかもしれないし。そしたら銀行は C の通帳に9000円と記帳して預金額9000円になりましたね。でちょっとこの段階で見てください。預金額1万9000円増えてますよね。1万円しか現金が新しく世の中に出回らなかったのに1万9000円増えてますね。つまりですね、まあこれで銀行が貨幣を作り出したんですね。預金通貨を作り出したと。で次、この9000円を現金受け取りました。銀行2つに分けましょう。 10% 分の900円と9000円のうちの 10% ね、残り 90% の
8100円ですね。で、この9000円預かって預金が9000円増えたんで、そのうちの 10% は日銀に預けておかなきゃいけませんよね。じゃあ残り8100円どうするかっていうと、貸せますよね。貸しましょう。例えば D さんに貸すと。そうすると D さんへの貸し出し額が8100円になりましたね。そして D さんは何のため借りたかというと、支払うためですよね。E に支払いましょう。そうすると E さんはそれを銀行に持ってって、預金額が8100円増えますよと。で、受け取った銀行はそれを 10% 分の810円と 90% 分の7290円に分けましょう。で、最低限この810は支払い準備で預けなきゃいけませんよね。で、残りの分貸しましょう、 F さんに。F さんに貸し出されたんで、貸し出し額が7290円となって、それをどこかに支払うと。まあ、これが流れです。で、注意してほしいのは、これ預金額全然1万より増えてますよね、これ。これがですね、銀行、民間銀行による信用創造というものです。で、これをですね、今具体例的な数値でやったんで、文字でやってみよう。で、これを D と書いて、で、この 10% と 90% 分けたけれども、この 10% 分をこの R としましょうか。預金準備ですね。で、これで書き直してみるのが次のスライドで、まず A さんは D のお金を日銀から受け取りました。現金ね。で、現金を銀行に預けると、銀行は A さんの預金額を D 増やして、通帳に D って書き込んで、で、それを2つに分割しましょう。預金準備の DR ですね。RD ですね。これは支払い準備として、当座預金に預けておくと、日銀のね。で、残り部分は貸せるよと。で、それを B さんに貸すと、B さんの貸し出し額がその分だけ増えて、B さんは借りた額を C さんに支払うよと。で、C さんはその受け取った現金を銀行に預けると、C さんの預金額がその分だけ増えて、銀行はそのうちの R の分だけと、残りの 1-R の分だけ分けると。で、R の分だけは預金準備として残して、残りは貸すよと。で、貸されたお金は、貸し出し額がその分増えて、借りたお金を使いますよと、支払いに当てて、受け取った現金を E さんは銀行に預けると、預金額が増えて、銀行はそれを預金準備と、貸せる分に分けて、預金準備は日銀の当座預金に預けて、それを貸してと。で、貸し出し額増えて、まあこれの流れですね。これが永遠に続けることが可能だと。まあ実際にはこれね、例えば一個一個1日かかったら、それだけで、この作業でね、もう何日も6日かかるのかな。ですから、一瞬でパッと永遠にするわけじゃないんだけど、これが永遠に続くとしましょう。じゃあこの預金額、いくら増えましたか？最初 D が日銀から発行されましたよと。これ全部足してみよう。で、そうすると、最初 D、それに 1-R をかけたものが次。1-R 事情をかけたものが次ということで、どんどんこれ続いていくんですね。で、それがここ。で、A に続いていくと。で、これいくらでしょうかと。例えば D が1万円だったら、1万円以上増えていくんですね。さっきの場合、こう、1万足す、9000足す、8100足すと、こう続いていくんですね。これ合計いくらになるでしょう。で、これ別に無限にならないんですね。まあなぜかというと、まあこんな感じね。これ最初0、1として、最初、こう D と。で、こう、2と。まあ D を、これ1万でしょうか。1万。で、9000。8100と。これこうどんどんこうだん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 こうゼロに限りなく近づいていきますよね。ということで、まあこれ足しても無限にはならないんですね。まあ分かりやすくもうちょいなだらかに書けばこんな感じね、こう、これもう限りなくゼロに近づいていくんで、もうほぼゼロになっていくんで、これ全部足してもちゃんと無限じゃないんですね。だから計算できると。で、これどう計算するかっていうと、まあ一旦 D で囲いましょう。D で囲ったら、
これが出ますよね。で、これ V として、これ計算して入れればいいよね。で、この V の計算方法を勉強しましょう。で、さっきと違うのは、これ永遠に続くのね。無限に続くと。で、どうするかっていうと、この V をどう計算するかというと、両辺に 1-R をかけましょう。左辺に 1-R かけると、ここですよね。で、右辺に 1-R かけると、これに 1-R かけたのが、これですよね。で、これに 1-R かけると、これですよね。まあ、こんな感じでこう永遠に続いていくと。で、それを計算しておいて、今度はですね、この上の方から下の方を引きましょう。左辺同士、右辺同士をね、これからこれと引きましょう。っていうのもね、これ例えば 0.9 とかで下の方がちっちゃいんでね。さっきの場合ね、1たす R、第8回の解の時間的価値の場合ね、これ1より大きいんで、下側の方が大きかったんだけど、だから下側の式から上が引いたんだけど、今回は下の方が小さいんでね、これからこれ引いて、これからこれ引きましょう。で、それをしたのが、次のスライドで、まず左辺。これが上側の式ね、さっきの前のスライドの。こっちが下側の式と。で、左辺同士引きましょう。そうすると、下側は V-RV になるので、左辺ね。で、この V と V が消えて、これプラスになりますよね、引くと。ということで、左辺は RV になりましたよと。大事なのが右辺の方です。で、ここ、1個前のスライドね。これに 1-R かけたらこうなるんだけど、よく見たら、これ同じですよね。同じ、同じと。しかもこう、永遠に続くわけだから、ずっとペアがいるんですよ、こう。さっきは1人余っちゃったけどね。永遠に続かないんで。永遠に続くから全部ペアがいて、全部消えちゃうんですね、こう引き算すると。ってことで、ここを引いたら0で、ただ1だけ余りますよね。ってことは、V イコール R 分の1と。だからさっきの場合ね、これ R0.1 だった場合には0.1分の1だから10ってことね。ってことで、さっきの式戻ると、増える預金額は D×V が増える額でしたと。で、この V っていうのが R 分の1ですよね。だから D×R 分の1。これが増える額ですよね。増える預金額。で、それはどうなるかというと、だからまあこれね、R 分の D と。で、さっきの場合には、D が1万円と、に R 分の1と。まあ、R で割れていってもいいしね。まあ、つまり、ここが 0.1 になるってことは、答え10万円ですね。ということで、預金額10万円増えましたということになりましたね。現金は1万円しか日銀は発行してないのに、預金額は1万円割る 0.1 で10万円分増えましたよと。ただ9万円分新たに作られてますよね。それがこれが信用創造ってやつですね。で、預金というのも通貨の一つっていう話前回ありましたよね。だから世の中に出回るお金の、まあしかも、まあ実際は1対7とか、まあそんなもんですよって話しましたね。現金と預金通貨。こうやって作られたから、その7倍もの預金通貨があるんですね。じゃあこれ他の数字もやってみようか。何やるかっていうと、これいくらになるでしょうと。またこれいくらになるでしょうと。それをやってみよう。で、まずは支払い準備。こっちですね。これいくらかと。まあ、答えはね、言うとこれ1万なんですね。さっきの例の場合には。1万円増えると。支払い準備ですって、要するに現金を日銀の届け金に持っていくんで、現金輸送車でね。それ最大でいくら持っていくかっていうと、まあ、それぞれの銀行が最初の1万円を小分けして持っていくんで、最後これ、最終的に全部こう預けられるってことになるのね。発行した1万円が。まあ、一応計算すると、この足し算ですね。足し算をすると、この式を RD で囲うと、それぞれ RD ありますよね。括弧に。RD、RD、RD と。囲うと、またこれ出てきましたね、こいつ。で、こいついくつかっていうと、R 分の1でしたよね。こいつ。ってことで、R と R が消えて、答え D。ってことで、日銀が最初に1万円の現金を発行したら、それは結局ですね、まあ市場をいろいろ銀行とか人を通して、最後日銀に戻ってくるって感じかな。当座預金に。それがマックスですよと。まあ実際にはね、誰かの財布の中に入ったまま、
日銀に戻ってくるとは限らないんだけど、銀行に預けないでね。ですから、まあ一応理屈上最大でこう1万円全部戻ってくるよってことね。そして最後、貸出額ですね。で、それはまあこの式なんだけど、まあこれも同じように計算すると、これが全共通ですんで、こいつで囲っておいて、そんで、そしたら例のまた V が出てきましたね。そんで、これ R 分の1でしたから入れると、この式になりますよと。答え、9万円ですよと。ただ、預金の安全性に対する信頼というのが大事なんですね。で、みんなね、銀行は手元にはね、少額の現金しかないって、まあ、ちょっと勉強したら分かるわけですよね。預けた額の全額なんて残してないよと。だからみんな引き落としに来たら足りなくなっちゃうよということはみんな知ってるんですね。でも、まあ預金者は基本的に安心して預けておけるんですね。まあなぜなら、引き出し目的の客もいるし、預け入れ目的の客もいるから、全額手元に残しておかなくていいんですよという話がありましたよね。ただこの両方が来店している限りは、これね、これが成立している限り、安心して貸したままにして大丈夫なんですね。まあなぜ安心できるかっていうと、まあ、これが成立している限りは、願望割れしないですよね。ちゃんと返してもらえると。で、いつでも引き出しますよね。ということで、まあ安心して貸し出せると。でも、これが信じられなくなったら困るんですね。で、どんな状況になるかっていうと、例えばですね、銀行が回収できない貸し出し、まあ、これを不良債権と言いますけども、これは大量に持っているとしましょう。つまりですね、銀行をさっきいっぱい貸しましたよね。一部だけ手元に残して残り貸しましたよね。で、それが全然返ってこなく、全然返ってこなくなったらどうしようと考えますね。で、そうすると、みんなが返してって言ったとしても、ごめんなさい、また貸ししてるんですよと、しかもまた貸しした額、返ってこないかもしれないですよってなったら、怖いですよね。で、預金者どう考えるかっていうと、他人の引き出しによって銀行のお金なくなる前に自分が引き出しちゃうというふうに行動するんですね。で、それを銀行の取り付けと言います。で、これメリーポピンズの話ありましたよね。みんなが一斉に返せ返せと言って、銀行に殺到するというシーンを最初に流しましたけども、そんなことが起きちゃうんですね。これさっきの信用創造の例ね。大事なのはここですね。この貸し、いっぱい貸してますよね。で、この預金者は返してもらえると思ってるんですね、これ。なぜ返してもらえるかっていうと、手元に現金あまりないかもしれないけども、ちゃんと貸してる額は返ってくるだろうから、それ返ってくれば足りるから、だから自分の預金額も足りるだろうというふうに思えるわけですが、じゃあこれが、こう、不良債権化して、もう貸した額返ってこないよとなったらどうなるでしょうと。そうすると、これ返してくれって言っても全然足りませんよね。たったこれ合計して1万円ですよ。それをめぐってこの10万円返せって人が殺到することになるのね。これ全部返ってこなくなっちゃったら。ということでそうなっちゃったらもう銀行の預金なんて怖くて使えないですよね。ってことは銀行から企業にも貸し出しも全然行われなくなるし、預けの怖いから現金で持ったり、もうそもそも物々交換に戻っちゃうかもしれないですよね。こんな社会だと。だからね、これ足したら1万円なんだけど、こっち足したら10万円ですよと、今計算しましたよね。ただこれ足りないんですね。これが返ってきたら足りるんだけど、返ってこないような状態だと足りなくなっちゃうということで、この銀行の取り付け詐欺が起こるんですね。こういう銀行が生じたら。で、そうなると、例えばね、その危ない銀行一部であっても、一部の銀行で取り付け詐欺が起こるとどうなるかっていうと、安全な銀行にお金預けてる人であっても、自分の預けてる銀行大丈夫かなってチェックするよりも先に、とりあえず自分の預金を下ろしておこうと思いますよね。で、そうすると、これ健全な銀行にまで取り付けが発揮するよと。で、そうすると、もう銀行振り込みなんてやめて、銀行の預金を使った受け払いなんてやめて、現金払いじゃなきゃ怖いよとはなっちゃいますよね。銀行預けても返ってこなくなるかもしれないから。ってなると、これ経済活動縮小しちゃいますよね。もう大量の現金を扱わないと取引できないとかなっちゃうと、まあ、みんななかなか大きな取引できなくなっちゃいますよね。ということで、まあこういうのを決済システムの崩壊と、システミックリスクと言いますよというのが発生するんですね。ただこれを起こらないようにするのが、まあ日銀の大事な役割になるわけですね。
で、じゃあこれどうやって対処するかっていうと、一部の銀行のみだったら取り付けが起こるのがね、それだったら別に、まあ、大した問題じゃないんですね。で、その人は、まあ、足りない分は一時的に他の銀行から借りればいいですよね。で、他の銀行から借りて日銀当座預金を増やして、まあ、こうやりましたね。こう日銀があって、こう銀行 A、 銀行 B がこうあったら、ここに当座預金持ってますよと。で、 A が危ないってなったら、現金足りないってなったら、ここから借りればいいよね、一時的に。で、借りて、で、銀券輸送車よしよしとこう支店に運べばいいんですよね。で、そうして現金ホイール一時的に増やせば、一応貸し出しへの対応できますよね。で、みんな安心した頃に、まあ、B に返してっていうことできるんですが、これが全部の銀行で起きちゃったらどうなるだろうと。そうすると困りますよね。他の銀行からも借りられないと。で、そうなったら、まずはですね、日銀にその危ない銀行っていうのは持ってる証券買い取ってもらいますよね。で、国債を売り買いするって話しましたよね。こう A 銀行がこう当座預金持ってたら、国債を渡して仮に現金を受け取ると。で、それで現金用意できますよね。保有する証券を買い取ってもらって、で、そうすると日銀の当座預金の残高が増えますんで、で、この残高をこう現金輸送車で支店まで運べば足りますよね。でも、それでももう足りんと。もう持ってる国債全部日銀に売って、それでも足りんってなったら、もう最後仕方なく日銀に借りるということで、最後に、まあ、まあ大ボスみたいなこの日銀がいるんですね。で、それがいるから安心してみんな銀行にお金貸せるんですね。最終的にはやばくなったら日銀から危ない銀行でも借り入れるから大丈夫だろうということで、これ最後の貸し手としての役割を果たしてるんですね。で、これ何のためにこんなことに日銀するかっていうと、別にこの危ない銀行 A の銀行員の生活を守るためじゃなくて、この決済システムの崩壊を防ぐためにこういうことをしてるんですよね。取り付け詐欺を起こさないように、まあ、最後の貸し手としての役割もあるんだけど、もっとそれじゃ足りないので、どんな政策をこれまでやってたかというと、銀行が競争しないように、競争すると潰れちゃう銀行出てきちゃうんでね、競争を規制しましょう。だからね、金利も、日銀が指定するんですね。で、金利競争とかしないようにしちゃうと。で、新しく銀行を作るって言っても参入させないんですね。過当競争にならないように金利も規制するし、店舗も、まあ、自由にどこでも出せるってわけじゃないんですね。で、そうすることによって銀行は潰れないと、競争してないから、まあ潰れないということで安心して貸し借りできるんだけど、みんなはね。でも、それだとこう非効率な経営をするんですね。絶対潰れないからと。だから殿様商売って感じかな。だから、で、コストも高くて質の低いサービスをしてたんですね。別にサービスしなくてもね、客来るんで、そういうことをしてたんですが、しかしながらこれじゃまずいってことで、この高コストで低品質なサービスを、まあ、改善するために、効率的な経営させるために、日本銀行は1980年代以降はもう金融を自由化して、こういうの外そうというのをしました。だから、参入規制も当時より随分緩いですしね、金利も自由化されてますし、店舗も自由に出せるということで、そういうふうにルールを変えたんだけど、その代わり潰れる可能性で出てきちゃいますよね、これ外しちゃったら。じゃあどうするかっていうと、潰れても大丈夫なようにね、代わりの制度を作るんですね。潰さないっていうルールから、潰れるかもしれないけども潰れても大丈夫ですよっていうルールに変えると、預金者は大丈夫ですよと。で、その一つが預金保険制度というもので、この預金保険機構っていうのを作っておいて、で、各銀行から保険料を徴収するんですね。で、銀行が例えば破綻して潰れちゃったよと、そうしたら、まあ基本は、他の銀行にね、その銀行吸収合併してもらったり、営業譲渡したりして助けてもらうんだけども、それでまあ預金は保護されるって感じになるんだけど、まあどうしてもそれがうまくいかない場合には、ペイオフといって、もう預金者は元本1000万円までだったら、プラス利子までだったら、ちゃんとこの保険から払われますよということで安心してもらうんですね。で、それが一つ目の対策で、もう一つは潰れても大丈夫なようにというか、まあそもそも潰れにくいように、
自己資本比率というものに下限を設けるというのをやっています。で、自己資本比率規制というものです。で、どの企業も自己資本、つまり株主から集めたお金と、また、まあ、利益とかね、まあ、株主のものとなるお金と、あとは他人から借りたお金と、他人資本という話しましたよね。で、株主のお金だけで商売しても大して儲かんないから借り入れをして、そんでレバレッジをかけるんですよって話しましたね。で、銀行も同じで、例えば株主から集めたお金だけ企業に貸してても儲かんないわけですよね。額は小さいんで。だから皆さんからお金を預けてもらって、で、それを貸し出してるんですよね。他人資本。じゃあどうすればいいかっていうと、つぶれにくくするにはどうすればいいかって言ったら、レバレッジのところでやりましたよね。他人資本が多いと、儲かった時は大儲けでも、損した時は大損と。で、潰れちゃうよって話しましたよね。だから、自己資本の額、まあ株主由来の額を大きくするんですね、比率を。それが小さくなりすぎないようにすると。まあ他人資本の割合を、上限を設けるってことかな。借りすぎないで、皆さんの預金を集めすぎないようにってことかな。株主から集めたお金と比べて、その額が大きくなりすぎないようにするというのが、この自己資本比率規制ですね。で、これなんでこんなことするといいかっていうと、まあ例えばね、貸し出し先が多く倒産したとしましょう。そうした結果、銀行がお金をあまり回収できないとしましょう。そうした場合であっても、皆さんにお金を返せるようにすればいいんですよね。で、どうして返せるかっていうと、この自己資本が十分あるから、まずですね、お金返すときには、まず借金を返して、残りが株主のものでしたよね。ただ、株主の取り分の自己資本の部分が十分にあれば、そこから埋め合わさせればいいんですよね、株主に。ということで皆さんは、預金を返してもらえるんですね。多くの企業が潰れても。で、その潰れたのに、どっからお金出てくるんだって言ったら、この株主が損するからなんですね。その分を、まあ、バッファーというか、干渉罪っていうのかな。まあ、その部分を皆さんは返してもらえるから潰れませんよ、ということです。ということで、株主の取り分の部分が多ければ、株主は別に損してもいいというか、まあそういう契約、余った分が株主のものですんで、それをこう多く持っておけば、多く会社が貸し出し先が潰れても、返ってこない分はここから埋め合わせできるんで、で、お金返ってきますよと預金者にね。まあそういう仕組みで自己資本比率を多めに取らせるんですね。株主の分を。ということで、安心して預けるようにしてますよという話です。で、今日のまとめいくと、民間銀行に預金が、現金が預けられると、信用創造によって、預金総額が増加するよという話しましたね。現金1万円しか新しく預けられてないのに、預金総額は10万円増えましたよという話がありましたね。で、その現金、どこ行ったかっていうと、まあ手元に残しておくかもしれないし、日銀の当座預金にね、支払い準備として残すかもしれないし、ということになりますね。で、銀行取り付けとその電線を起こさない仕組みを作ってますよと。で、かつては銀行を潰さないと。だから銀行は安心だと言って、皆さんは安心して、銀行を使っていて、で、預金も便利に振り込みに使ってたんですが、じゃあ、それじゃあサービスの質が悪いということで、競争させましょうと。そしたら潰れるかもしれないけども、その場合には、預金保険制度というのを導入して、潰れた銀行であっても、そこの預金者は1000万円までだったら保護されるよという仕組みを作っているんですね。で、またそもそも潰れにくくするように、自己資本比率を十分に持たせるというルールを作っているわけですね。ということで、まあ、今日の信用創造の話はおしまいで、貨幣の時間的価値の第9回いきましょう。で、今度はですね、こんな話いきましょう。今日の最初にやってる話と同じだけど、違うな、これ。最後の期はないんですよ。永遠に続くんですよ。で、こんな時に、毎期毎期固定額のペイメントと、永遠に固定のね、ペイメントと、キャッシュローゼロはどういう関係がありますかと。最初期がないケースですね。で、これどんな例かっていうと、例えば今、利率 R で、ある額を預けましょう。あ、これね、R はね、0じゃまずいのね。これ、0だとこれ無限大になっちゃうんで、足したら。ちゃんと R が、利子がつくケースね。これの場合には。ある、利率である額キャッシュローゼロ、これ預けましょう。例えばね、こう100万円預けると
で将来永遠に受け取りたいと。そしたらこの関係どうなりますかと。まあこれあんまり深く考えるよりも簡単に考えればいいですね。例えばこれ利子 10% だとしましょう。これね。そしたらこれ永遠に引き出すためにどうすればいいかって言ったら、これ100預けて利子の分10万円だけ引き出したらいいよね、毎期毎期。そしたら利子が発生して引き出して、利子が発生して引き出して、永遠にこれできますよね。ただまあ答えこれ10になるんだけど、まあそれはちゃんと数式で厳密にやりますよと。また逆にこれ毎期毎期10引き落としたい場合、利子が 10% だったらいくら預ければいいですかっていう場合には、利子額が10になるようにお金を預ければいいんですね。じゃあ何の 10% が10ですかと考えれば、10÷0.1 をすればいいんですね。そうすると100ですよね。だから100の 10% が10になりますよということで、こう計算できるんだけど、まあそれはちょっと厳密にやっていきましょう。でまずですね、これ解き方いきましょう。この式ね。でまずこうペイメントで囲いましょうか。またで囲いましたよと。で移行するとこうなりますよね。まあこれ さっきもやりましたよね。でさっきと違うのはこれ最後の期が N 期があるんだけど、それがないってことね。で、N 期間の場合にはまあ気合で N 個の割り算して足せばできなきゃな、できなかないんだけど、この括弧の中には無限個の割り算がありますんで、このままだと計算できませんよね。無限の時間が必要になってくると。じゃあどうするかというと、これをもう今日やりましたよね。これを解くには両辺に 1+r かけましょう。これ 1+r かけたらこうなりますよね。これ 1+r かけたら1になると。これは2乗が1乗になると、まあ、こうかけていくと。かけておいて、でよく見るとこれ同じだなと、同じだなと、これ永遠に同じのがあるんですね。最後の期はないからね。ということで、このこれ引くこれを左辺引いて、これ引くこれしましょう。でちなみにね、これ 1.1 とかだから、こっち側の下側の方が大きいからね、大きい方からこの小さい方 1×V を引きましょう。で引くとこれですね、左辺はこれ引くこれでバラすと V+RV なんで、 V と V は消えて RV が残りますよと。で残りこれ引くこれなんだけど、よく見ると全部同じなんで、しかも最後の木はなくて永遠に引けるんで1だけ残るよということで、 V は両辺 R で割って R 分の1になるよということになります。ですので元の式に戻って、これが R 分の1なわけですから、それ入れると答えはこうなりますよと。これの場合ね、これが分かってこれいくつですかっていう場合にはこの式使えばいいよね。またこれ変形して、これの場合にはこれが下側の式の場合、これが分かったらこれいくらですかっていうのを使えばいいよね。でこれさっきやった通りですよね。100万円預けて、で利子率 10% なんだったら、100万円預けるんでマイナスかな、マイナス10なんだったら毎期いくら引き落とせますかって言ったら、利子分だけ毎期毎期引き落としたらいいよね。そしたら永遠に引き落とせると。でそれ10の 10% だから、100の 10% だからこれ10ですよというのが出ますよね。またこれも同じで、毎期毎期10引き落としたいですよと、金利 10% ですよと、いくら預けりゃいいですかって言ったら、もう単純ですよね。10% ほにゃららに 10% かけた結果、利子が10になればいいんですよね。だからこれで割ればいいんですね。 0.1 と、それがこれですよね。でそれ計算すると、マイナスつけて100最初に払うんですよということね。ということで、これさっきやったのをちゃんと解いてみたんですね。問1、預金の利率が年 10% としましょう。で今100万円預けて1年後以降毎年一定額を永遠に引き出したい場合は、毎年最大でいくら引き出せますかと。つまり次のペイメントはいくつですかと。でこれさっきの式ね。
これが投下効果なんでゼロになるって話したよね。でキャッシュローゼロがマイナス100万円ですよと。でこれ解くとペイメントいくらですかと。でさっきの式これかな、まず100万円預けて R が 10% なんで毎期毎期10の利子がつきますよと。だから10万円利子だけを引き落としていけば永遠にお金が引き出せますよということね。それを書いたのがこの式です。でじゃあこれもしも100万円預けて答え10万円よりも多く引き出しちゃったら何が起こるだろうかというのを見ていくのが次のスライドになります。もしもこの答え10なんだけど10よりも多く引き出したとしましょう。100万円預けて10より多く引き出します。そうするとこれ預金残高になります。最初100万円預けて次の期 10% で110になりましたよね。でここで10よりも多く引き出しちゃいましょう。例えばねこれ 40.21 という数字を引き出すとバンとこれ下がっちゃうんですね。100よりも下がっちゃうと。でまた利子がついてバンと下がっちゃうと。利子がついてバンと下がっちゃう。これでゼロになっちゃうと。ということで例えばね40やったら3期間で引き出し終わっちゃうんですね。だからこれ引き出しすぎです。100預けておいて40引き出すのは引き出しすぎ。永遠に引き出すことはできないということで、まあ、この場合には 40.21 ずつ引き出すと3期で交換終了ですよということになっちゃいます。まあ、式で言えばねこれ0イコールマイナス100足すマイナス40プラスか 40.21 分の 1.1 足す 1.1 次乗分の 40.21 足す 1.1 3乗分の 40.21 これで0になっちゃうんですね。3期間で交換終了しちゃうんでこのままだと。で40に限らずねもうちょっと少なく引き出したとしても例えば30引き出したとしてもまあ結果同じです。こう上がってちょっと下がってこう上がってちょっと下がって上がってちょっと下がってまあ時間はかかるけど最後ゼロになっちゃいます。どっかで10よりも多く引き出しちゃうと最後ゼロになっちゃうと。でまあなんでかっていうとこれ利子が10つくんですよね。だから10よりも多く引き出したら元本よりも下がっちゃいますよね2期目で。それ 20% ついても利子つく分利子額減っちゃいますよね。でさらに10引き出したら10以上引き出したらさらに下がってということでこの利子以上引き出したらどんどん残金減っていくんですよね。ということで10は引き出しすぎなんですね。でこれ逆に考えてみましょう。でこれ借金返すためには例えばねこれ皆さんの借金としましょうか。100預かっていくら返せばいつか返せるかというと10利子よりも多く返せば元本が減っていくんでね元本分よりも最初減っていくんでいつか返せるんですね。まあ、永遠に長生きできるんだったら最初の利子よりも多く返せればいつかは借金は完済できると。一方で答えの10よりも引き出さない例えば6しか引き出さない場合どうなるかっていうとこの最初100預けて利子10がつきます。でも6しか引き出さないと104になっちゃいますよね。今度104の 10% これどんどんこう増えていっちゃうんですよね。でまあ資産を増やすんだったらいいんだけど、永遠になるべく多く引き出したいんだったらこれもっと引き出せますよね。だからこれもったいないですね。でじゃあ答えの10引き出しだったらどうなるかっていうと毎期毎期発生した利子を引き落としてでまた元に戻って100に戻ってとまた発生した利子を引き落としてまた元戻ってとこれが永遠に続けられますよね。ということでこれ永遠に引き出し可能ですよね。ということでこれが答えになるんですね。って言ってもこれ永遠にやっても借金いってないから交換終わってないじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、この元本の永遠に将来の100っていうのはもうゼロなんでね今に勝ち直すと限りなくゼロに近づいていくんで、まあ、これで交換終わっていると考えていいんですね。最後問いに行きましょう。じゃあ今度逆に毎期毎期ある額を引き出したいですよと。例えば10万円引き出したい。で利率年 10% ですよと。じゃあ今預け入れる必要があるのはいくらですかという問題。まあこれもさっきからやってるけどね。
で、いくら預けれれば毎年10万円を引き落としながら永遠に引き落とせますかという答えを出すんですね。で、式で言えばこれを満たすようにするんですよと。で、出しましたね、この式。で、これ何求めてるかというと、結局さっき言ったように、いくら預ければその利子が10になりますかって考えればいいんですよね。そうしたら利子だけ引き落として元本減らないで永遠に利子分引き落とせますよね。その場合には、この10を 0.1 で割ればいいんですね、利子分で。そうするとこの10を引き落とすんだけど、10を利子分で割って、で、答えマイナス100ということで出ましたよと。だから100預ければ毎年10を永遠に引き出せますよと、利子率が10だったらね、 10% だったらというのがここの答えになります。で、これも同じように考えることができます。で、どうするかっていうと、これ、まあ、うまく計算していきましょう。これ残高見ていくと、100預けたら毎年ついた利子分だけ引き落とすんで永遠にこう引き出せますよねと。これはさっきと同じね。で、今回の場合には10を固定して、毎期毎期10固定するんだけど、引き落としをね、いくら預ければいいですかって話求めるんですね。で、答え100なんだけど、じゃあもしも答えじゃない100日預けちゃったらどうなるかと。10を毎期下ろすんだけど100日預けたら、多めに預けちゃったらどうなるかっていうと、利子がこれ12ついちゃいますよね。で、10引き落としても100になっちゃいますよね、残高が。で、また 10% ついてということで、これどんどん増えちゃうんですよ。ってことでね、毎期毎期10引き落としたいんだったら100日まで預けなくてもいいんですね。それだと利子つきすぎてどんどん増えちゃうんで、そこまでいりませんよと、預ける額はね。逆に100よりも少ない額を預けたらどうなるか、例えば25と。そしたらどうなるかっていうと、大して利子つかないので10引き落としちゃったらどんどん減っちゃうんですね、残高が。で、最後ゼロになっちゃうよということで、100よりも少なく預け入れる場合には永遠に10引き出すことは無理なんですね。また100よりも多く預け入れると永遠に10引き落としていっても残高が永遠に増えていくんですね。だからそこまで預けなくていいですよと、預け入れ額もっと減らしていいよと。で、最後答えになる100の預け入れだったら、ちょうど残高増えもせず減りもせずということでうまくいくんですね。というのが問い2の、答えです。で、今日の、課題はこの問1形式のやつと問2形式のやつ2問出てますので、今日の課題は、それらを出して、あとこの信用創造のね、金額を出せというのも問題であります。こういう額ね、いくらになりますかと、貸し出し造いくらになりますかと、これいくらですかとか、これいくらですかとか、これいくらですかという問題を、課題で出しています。で、前回の課題は、締め切り延長してますので、今日ので最後まで終わりましたんで、会の時間的価値第8回がね、だから今日の最初にやった部分を復習して、で、前回の課題と今日の課題両方を今週金曜の9時20分までに KUTA LMS 経由で提出してください。